もう晴れたりざーっと降ったり、まあこれの繰り返しですよ。もうね、風邪ひくよねこんなざーっと濡れてカラッと晴れてね、で気化熱で熱を奪われてまたざっと降ってね、その繰り返しです。三重まで体力が持つんでしょうか、こんな、序盤からですね、ひどい天気にやられておりますが、でも伊豆っていいとこだよね。だってちょっと行けばさ、神奈川とか東京に行けるし、ねえ、こんな綺麗な海とか山とかね、景色はいい景色があるしさ、本当にこの辺に、住んでる人っていうのは羨ましいですね。三重とかもね、綺麗で、自然もたくさんあってね、いいんですけど、本当にね、田舎ですから、何もないですよね、遊ぶとことかね。この辺だったらね、例えばちょっとこう、うちの嫁さんとか大好きなね、ディズニーランドとか行こうって言ったってすぐでしょ。三重からだとえらいことなんですかね。毎年毎年行ってますけどね。まあただ今度行くね USJ なんかであれば、うちのね、今の、三重の方が近いでしょうけどね。まあそういう意味では、まあ確かに名古屋、大阪には出やすいは出やすいですけどね、三重はね。東京はちょっと難しいですけどね。伊豆の国っていう、このなんて言うんだろうな、地名のこの響きっていいよね。伊豆の国ってさ、もう伊豆ともねお別れなんですよね。ああいいとこだね、あの山の上に祠があってね、山の神様、あのこの辺神様だね、あれね。この辺、ここはどこ？神奈川。あ、昨日はなんかこのここじゃないけど、この下流なのかな、熱海の方からこっちに来た時にこの川を渡ったかもしれないですね。晴れ、暑いよ、エンジン暑いよこれ。今さ、こうなんていうんですかね、全然僕最近のこう歌知らないんですけどね、ふと思ったんですけど、こう N.C.まあ、僕のこう親父とかって好きだった歌とかってこう僕ははっきり覚えてるんですよね。よく親父歌ってたし、聞いてたから。でも今の子供とかってどうなんだろう、こう親父が好きだった曲っていう風に歌っていう風に言ったら、うちの次男とかはどんな歌を想像するんだろうな。全然歌とか聞いてないですからね、歌ってもいないしね。ふとね、そういうことを思ってみ
ましたけどね。うちの親父なんだろうな、船歌とかね、すごい好きだったよね。八代亜紀さん、なんだっけ、お酒はぬるめの勘でいいだけ、違うか、そう、酒はぬるめの勘でいい、魚は炙ったイカでいい、女は無口な人でいい、明かりはぼんやり灯りゃいい、しみじみ飲めばしみじみと思い出だけが浮きすぎる、涙がほろりとこぼれたら歌い出すのさ船歌を。沖のカモメに深酒させてよ、愛しいあのことよ、朝ねする団長ね。ああちょっとね、全然歌詞とかはね違うかもしれないです、ごめんなさい。なんかでもこんな風に親父が歌ってたような気がしますね、これだけでもメロディ覚えてるっていうことはね、やっぱり大したもんだよね。俺が好きな歌だったわけじゃないからね、さてさて、うちの子供は、親父の歌ってた歌っていうと何を思い出すんだろうな、ちょっと聞いてみたくなりましたね、親父の歌ね。まあ、できるならこうかっこいい歌がいいねかっこいい歌を歌ってほしいな。まあ、演歌はでもいいけどね、まあ、時代だよね、しょうがないね。そうだ、うちの親父ね、うなぎが大好きだったんですよ。かゆい。うなぎがね好きだった、すごく。でうちの親父の ALS っていう病気で、もう筋肉がね、全身の筋肉がもう力入れなくなっちゃう病気だったんですけど、それでもう最後はね、もう物も当然あの誤嚥でこう飲み込むことができなくなってしまって食べれなくなったんですよ。でね、あのうなぎが食べたいって僕に訴えたんですよね。訴えてね、うなぎが食べたいっていう風に言ったもんで、まあ僕も、何とかしても親父にうなぎを食べさせてあげたいと思ってね、うなぎを買ってきましてね。で、こうなんていうんですか、こう、ガーゼの、袋みたいなものにね、そのうなぎのかば焼きを入れて、刻んだものを入れてね、まあ、それを親父の飲み込まないようにしてね、親父の口の、中に入れて親父にこうしゃぶらせてね、そしたら親父がねすごいこう幸せそうなね、顔を浮かべてね、うなぎの味がするってね、喜んでたことを今ふと思い出しましたよ。
食べさせてやりたかったね。今日はあれか、浜松、まあ、ちょっと新東名の方が多分東名はね、また来る時もそうだったんですけど、集中工事でもしかしたら片側1車線規制とかしてると本当鬱陶しいんでね、来る時その目に遭いましたからね、帰りはちょっと新東名で帰ろうと思ってるんですけど、まあ、新東名の方が雨にやられる可能性はあるような気がするんですよね、山寄りですからね。なんですけどちょっと浜松インター寄ろうかな、浜松インターで親父の代わりにうなぎ食って帰ろうがね、うん、親父の供養のためにね、まあ俺が食って供養になるかどうかはよくわかんないけどさ、うん、まあここの今回の旅は親父に会いに来たようなもんでもあるからね、親父の大好きだった場所だから伊豆は、うん、そうだね、最後は、浜松でうなぎ食って帰ろう。うん、親父あんた結構微妙に幸せだと思うよ。自分の息子にさ、ここまでこう死んだ後もさ、いろいろ思い出してもらったり思ってもらったりする父親、幸せなんじゃない？うん、お礼なんて分かんないよ、うちの息子はこんな風に俺のこと思ってくれるか分かんないよ、うん、まあ別にいいけどさ、俺は。うん、まあでも親父あんたいい男だったよ。まあ、息子として俺が言うのもなんだけどさ、あんたいい男だったよ。